やっはろー、おはようございます。午前中ですよ。はい、現在12月10日金曜午前10時20分ですね。はい、今日うちの母はね、10時からお友達とお出かけするって出て行きました。ほとんど寝てません。はい、ということでね、もうこの隙に、うちの母は今日休みなんでね、この隙にです王様ランキングの9話見たいと思います。はい、自己紹介、僕はマジ大道芸人ハマーと言います。一升瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカを、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主。はい、この本の著者であり、現在40歳芸歴16年目のマジシャン大道芸人パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくてですね、25歳で会社員を辞めてマジシャンになり、そして、パフォーマーになり、主に子供たちの前でショーしてますが、現在コロナの影響でほぼ無職状態、貯金切り崩して生活してます。めっちゃ自粛してます。自粛中にアニメにハマりまして、約1年8ヶ月で540作ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクター真剣にやってます。はい、ですので応援よろしくお願いいたします。で、僕の自己紹介、ホームページ、SNS、 各種 PV、 プロフィールなど全て説明文に載っけてますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。で、過去のアニメリアクションに関しましては、再生リストに作品ごとまとめてますんで、こちらもチェックしてみてください。ただしほとんど消えてます、すいません。理由は最後にお話します。そして来年9月あたりにはいい発表ができるんじゃないかなということですね。それでは行きましょう。王様ランキング9話アマプラです。せーの、3、2、1、スタート。私はボスだ言うてたな。すごい力やで、これボスね。え？あ、同じことやったのね。もうそうなるわな。ほんまこれミランジョが一体さあ、ほんで今週こそボッジが岩を真っ二つにしてた武器明かされるんかな。すいません、あんま寝てないもんで。皆さんからしたらどうでもいい情報ですけども、今日は3時50分ぐらいには寝たんですけどもね、まあ、うちの母ね、早く起きた時うるさいんですよ、音が。もう全力でドスドス歩くんでね、ちょっと愚痴です、ここは。ドスドス歩く、ガラドア開けるわ、玄関ガラガラガラ開けるわ。でも8時何分やろ、目覚めたん。もうそっからもう寝れず、5時間寝てないかな。一応もう9時45分に目覚ましかけて、ね、それまで目閉じていましたけどね。はい、というこんな生活の中でアニメリアクションやってますんで、応援してください。大人盾。でも代打ほんまどないなったのな、これね。あ、これは4匹やね、4匹だわ、3匹か。1匹は確かダイダが殺したな、ダイダだけな。
日の盾っていうのはドルーシュのこと？そういうことか。いや、渡し方。いや、ケーキ落とさへん技術がすごいな、これ。もうほんまヒリングはね、3話でやってくれたもんね、ほんまに。そうそう、母ちゃんのね。ああ、手話習ってる。いや、ヒリング好きやわ。むっちゃ手話マスターしてるやん。なんでハゲたのね、ドルシー。
服だけ行かれたん？おお、すごい鎧や。あ。おお。わあ、すでんなと思ってやん。出て。あ、こ、なにこれ、今度こっちの三匹が。ギガンテスドラクエで。あ、こっちも操られてるってこと？そんなことを言われてるの。垂直落下式ブレンバスターや。だいぶ出血したなこれ。しかしどれし、何を考えてるのね、ほんまに。今ドルーシが言うたように、これがミランジョ？人形かこれ。
どういう関係なのこのボスとミランジョって。おう、あ、先生、大体なんかわけのわからん闇の中にいたな。ちょっと前回の振り返りをしてなかったもんで。ボスとミランジョはマジでどういう関係なのこれ。お、先生どうぞと。聞こえたんかな。どこ？鏡の中？じゃないか。おう。なかなかな無茶ぶりやな、しかし。お？お。そうやね。おお、ちょっとヒーリング。
ぼっちが助けてくれるってこと？ああ、ボスの狙いが分からへんわ、これ。ぼっちの気持ちが分かんのかな。ああ。あれ？影と。ソリーって誰や。え、Cパートあんのかな。あれ影出てたっけ今回今だ。あれやね、だからミランジョがこうボスはミランジョにこう何やろ共闘してるふりでもしてんのかな。じゃないとね、またヒリングを殺しに行くかもなんてことは言わんやろうし、でドルーシにも教えへんやろうしね。ちょっと今回ヒリングのね、あの愛をめちゃくちゃビシバシ感じて、ちょっとそこにグッとくるもんがありましたね、これは。あれ？ Cパートないんか。そうか。あれ？影の。まあまあまあ、ええわ。うん。いやー、まあまあ、まずは、私はボスだっつって、あの、コンボを追って、こうして、何あれ、ダイヤ、宝石なんかにした。すごい力やな。まあまあ、それによって、まあまあ、うわ、ほんまにボスやないかいと、まあ、ヒリングは思うわけですよね。当たり前やけど。で、わけわからん魔物3匹が、まあ、ヒリングのとこに襲いかかってきたところ、まあ、ドルーシが守るという展開ね。で、まあ、そのドルーシの回想ではまあまあ ボスから、お前はヒリングの護衛をせえと、でお前がもし守る価値がないと思ったらなんか戻ってこい的なことでしたね。やけどあのヒリングのあのボッジへのね、あのケーキ持って追いかけるシーンとかやばいな。なんか3話思い出して、累戦やられかけましたね。うん、ケーキ持ってあんだけ追いかけるヒリングね、もはや可愛いわ。うん、でね、手話一生懸命教わってるとことかもやばいね。で、なかなかね、近づいてくれ、懐いてくれへんくて、ね、手話の人に怒ったけど、ちゃんと謝れるヒリングね、私が、冷静じゃなかった、ごめんみたいな。いやー、でもヒリングの、今回またヒリングの株が上がったな。で、ドルーシーがね、あの魔物3匹から、まあ、瀕死になりながら守ったけどね。で、また、ミランジョは、なんや、なんか、ボス、まあ、ボスか、まあ、代打、ボスか、と、なんか、あれ、何、人形に乗り移って踊ってたんかな。だから、ミランジョがボスを支配したい。それにボスは今、突き追ってあげてるみたいな、そんな感覚なんやろうか。で、また、冥府に魔物をなんか、ね、取りに行くって、あの魔物たちも操られてたよね、あのミランジョに。ミランジョ、いやー、でまあボスはどうやらね、ドルーシに教えてたから、とりあえずこの国を去れと、
サレとか逃げる歌かな、時を待てる歌かな、で私も今、流れに身を任せるところ大事だから、やっぱミランジョに操られてるというか、その操られてるふりをしてるだけなんかな、ボスは。でダイダーもね、ミランジョのこと殺してやろう言ったけど、果たしてダイダが元に戻れるかやね。で冥府に行ったけど、今デスパーさんとこでいるボッジとかけて冥府やね、あれって出くわさへんのかな。いや、ほんでボッジの武器はえ、もう先々週や、まさかの先々週や、もうまだ出てこへん、引っ張るねこれ。うん、ちょっとだから、まあボスの目的は、まあなんとかミランジョちゃうわ、あのヒリングを守ろうとしてるのはしてるんでしょうね、きっと。だからこそドルーシにあの魔物が放たれたっていうことを、まあ、で私につくか、ヒリングにつくか選べっていうのはね、うん、情報提供してるぐらいやから、まあ守ろうとはしとるんでしょう、きっと。だからまあミランジョはとりあえずラスボスって感じかな、今のところは。と、あのアホな僕はそう思います。はい、で、ということで王様ランキング9話でした。よかったらチャンネル登録や高評価お願いいたします。はい、まあ僕はですね、去年の3月27日にね、バルテバーガーデン10話の、リアクション動画を機にアニメリアクションを始めて、今1年9ヶ月目なんですけれども、2ヶ月前ですね、残念ながら大量の動画を失うことになりました。1年7ヶ月目にして、おととし、青豚劇場版と化け物語最終回でね、著作権の警告を受けまして、その時はちょっともう画面まんま映してたんでね、まんま映して上に文字は かぶしてたんですけどもね、なあかんくて、で半年分動画消して、今年8月ウマ娘プリティダビーセカンドシーズン最終回警告来て消されて、それによりウマ娘全部消ました。この再生数2桁しかない僕が全部4桁と、あと3万再生ぐらいが2つあったんですけどもね、それ全部消えて、うん、消えても消してね、で9月にはカラオケ動画に警告来てカラオケ動画全部消してと。でこのウマ娘を全部消したことでね、もう全く今伸びなくて、うん、コツコツやってるんですけどね、しかもあのここワンルームで母と同居中です。家主は僕ですよ。家賃光熱費等は全部僕が払ってますよ。うん、でこうやっていてない時しか撮影が無理、基本休みで家にいてる間はもうほんまに撮影できません。で夜すぐ横で寝てるんで、下手したらいびきの音入ってますからね、あの声が出せへんというね状況で、もうほんまにコツコツやってきてるんですけどもね。まあまあそれにより、まああと1回ペナルティ受けると死んでしまうんで、10月5日6日で1426本337日分生配信で消しました。これアーカイブ残ってるんでよかったら見てください。まあだから再生リストに残ってないんですけどね。はい、まあこういう環境でね、やってきてます。ただ僕はね、あのやればできる諦めない、これはねとにかくあの感じ取っていただけるべくね、また根性を入れ直して一からマジでやり直してるんでね、あの皆様声が出さないところご理解ください。そしてあの全部のね話数を撮影するのは難しいので、皆さんにお聞きして、活動しておりますんで、ご協力もお願いいたします。はい、なので、ご理解ご協力、そして、応援よろしくお願いします。アニメ楽しんでいきましょう。ただ僕はね、大道芸人パフォーマー、これ本職ですから、あのホームページ PV よかったら見てやってください、というか見てください、ぜひともね、いや絶対見てください、お願いします。で大道芸に興味持っていただければもう幸いです。僕に興味持っていただければ最高です。うん、で実際にね、まあこの動画を機に僕を知っていただいた方4名がね、これまでショーを見に来ていただいてんで、ね、あのぜひ皆様いつか見に来てください。お会いできる日を楽しみに、貯金が尽きることのないように、頑張ってですね、もう出かけず毎日アニメリアクションね、できるだけ投稿していこうと思ってますんでね、よろしくお願いいたします。はい、以上マジラジオ芸人浜でした。どうもありがとうございました。